こんにちは、てるです。今日は秋の1週間コーデを組んでいきたいと思います。今日はね、僕がこの秋にしたい1週間のコーデを組んでいくんですけど、先日大好評だったこちらにもね、少しチラチラと見えているシーンスのアイテムも少しチラ見せしていこうかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。最近ね、ほんと僕気分的にもこう綺麗めだったりカジュアルだったりテック系、もう系統絞らずいろんな系統を交えながら本当に自分がしたいコーデ最近できてるなと思っていて、いろんなあの系統を着たりだとか、いろんなアイテムの組み合わせ、自分が着たいものだったりとか、最近トレンドで本当に僕がいいなと思っているアイテムたちをたくさん着回していこうかなと思います。多分もうそろそろね、皆さん秋服買い物行ったりだとか、秋のスタイリングどうしようか、去年買ったやつもちょっと使っていきたいなって方いると思うので、ぜひね、そういった方は少しでもヒントになればなと思っております。はい、ということで月曜日のコーデを組んできました。まあ、月曜日は、まあ、日曜日お休みだったので、ちょっと気を引き締めてちょっと綺麗めね、多めのバランスでコーデ組んでみました。でもちょっとこう綺麗めすぎるとちょっとスーツみたいな感じになってしまうので、ちょっとデニムだったりとか、こういうね、ぷっくりとした、これめっちゃ可愛くないですか、このバッグ。このね、持ち手ぷっくりしてて、ここもね、あのぷっくりしてて、ちょっと今話すとあれなんですけど、一つこだわったのが、まあ、ここのね、角を削ったんですよ。これ実はバッグ角削ることで、物入れてもここがこうピョコンってなんない、ここを正方形にしちゃうとここピョコン出ちゃうんで、ここをね削ってサンプルで修正加えてね、やってもらいました。っていうのと、このバッグつきませんでした。こうやって持っても基本肩にもかけられますし、肩にかけれて持っても下につかない絶妙なこの持ち手の長さにしましたね。これ切れ目のね、外しとかでも使えるようなデザインです。ちょっと一つずつ軽く説明すると、足元が単純プレゼントで買ったカルバンソロトですね。デニムがこれはシンスのグラデーションデニムです。インナーのシャツもシンスのストライプシャツですね。さっきアイロンこれかけてたんですけど、マジシワ伸びやすいです本当に。でジャケットがユースっていう韓国ブランドのジャケットになります。でバッグがね、シンスのアイテムです。このデニムに関してなんですけど、本当股上で調節できるように、股上に少し広めに取ってあるので、例えば細めな革靴にワンクッション溜めたりとか、ズルぐらいの感覚で履きたいよって方はこうやって履けるんですけど、もしねもう少し上でぴったりフレームス履きたいときは、こうやってね上で履いてベルトギュンギュンにしたら、このぐらいのレングスで履けるので、だいぶ印象変わるかなっていう。デニムってやっぱもともと股上が短いので、少しね股上の長めに設定しました。火曜日はね、ちょっと僕寒い気がしたので、はい、よくわかんないですけど寒い気がしたので、まあこういうね、雨にも強いような帽子とナイロン系のパンツ、ホットテック系のアウター着て、中はね、ちょっとニットで着込んで、寒くて憂鬱そうな火曜日をちょっとイメージしてスタイリングを踏んでみました。靴がボースですね、よく履いてるボースで、パンツがこれシンスの新作のテック系のね、ナイロンカーゴです。今年トレンドのカーゴパンツと、結構最近ずっとねトレンドで素材感として着てるナイロンの生地を掛け合わせた究極の一本になっております。そう、しかもこれドロコードこれついてて、これ絞っても履けるし、絞んなくても履けるんで、シルエットが変えられるので、ほんと1本で2つのシルエット楽しめてしまいます。でしかもこのドロコード内側にもしまえるんで、アクセントとしてここ出してデザイン性出してもいいですし、しまってねこう切れ目に履いてもいいですし、どちらでも大丈夫です。でインナーがね、こうユニクロの毎年定番で買ってて、もう僕が一番ユニクロで好きって言っているタートルネックになっております。でこういう首元レイヤードしてあげて、ネックレスはヒアーズですね。でインナーのカーディガンは、これはシンスの新作のカーディガンになります。ほんとね、いろんなねポイントがあるんですけど、また後日ねお話ししようかなと思います。アウターはフィリックスの
アウターになります。ポッポケット多いんで本当バッグいらないかなって感じのアウターになっています。丈感もショート丈なので結構スタイルも含めたりとかこういうレイヤードスタイルに浮いているようなアウターです。そのコーデはどこ行きたい？このコーデだったらちょっと、まあ、その憂鬱を晴らすためにテーマパーク系なんでどうでしょうか。はようにテーマパーク行っちゃう？行っちゃいます？行っちゃわないですね。はい、ということで水曜日のコーデの完成です。水曜日なんですけど今日はね結構綺麗めベースにまとめてみました。まあ、水曜日って結構本当平日のど真ん中なので、まあ、火曜日引き続き憂鬱になるかなっていうのでまたブルーなんですけど、まあ、今回ちょっと綺麗めベースにまとめてみました。なので靴はねニューバースの993のブラックちょっと外してあげてスニーカーで、でスラックスはこれシンスの新作のね秋一発目のもう本当に綺麗なスラックスです。もう光沢感がいいよね。いいっすよね、この微光沢あるのだって高級感出るんですよね。太さもほんと程よい、太すぎず細すぎない、太さにしました。でシャツもねこれシンスの青シャツです。見てください、この絶妙な色味。みんなね青シャツってこの色が好きなんですよ。僕も一番好きなんで色味で、ほんとシワにもなりにくくてサラサラの、ね、TR 素材使ってるので、でベストはサベレーションズのロングベストになります。後ろもすごく可愛くてお気に入りです。でバッグはねジルサンダーでちょっと綺麗めなね服装に合わせて綺麗めなバッグを持ちました。で全体としては靴がブラックチャコールっぽい靴で、パンツがチャコールのスラックスになってて、ブルーのシャツでインナー差し込み入れて、トップスもチャコールなのでちょっとセットアップ風なコーデを組んであげて、ちょっとこう白が少なすぎて靴のこのソールしか入ってなかったので、バッグもねちょっとホワイト系のコットン系のねバッグにしました。結構ねコーデとしても結構バランス良くて切れ目中心ではあるんですけど、どこかが抜け感のあるような肩が凝りすぎてないようなコーデを組んでみました。はい、ということで木曜日のコーデ完成しました。靴がニューバランスのレインクラウドで、パンツはねこのクレストのスウェットパンツですね、よく履いてるやつです。アウターがノースの古着で買ったアイテムで、インナーはね一応ユニクロの黒 T 着てます。590円ですね。でバッグがシンスのショルダーバッグになります。こうね大きめでパソコンとかも入るのですごく使いやすいです。でショルダー部分も結構太いので、撫で方のカットが落ちちゃうよって方でもね結構ね落ちにくい設計になっていると思います。でも今日は完全にもう僕意識したことがあって、秋の数学コーデです。完全にもうでもこんな感じで大学行けたらいいかなと思って、まあ、パソコンもバッグ入りますし、うん、携帯もいいですよここに。なんでスウェットパンツとかそれこそベルトしないのとかだと、あんまり携帯とか重すぎると落ちちゃうじゃないですか。で携帯こうやってスッてスポッて入れてもう全然見えないですし、ポケットから出すよりも他のほうが意外と出しやすかったり、しかもバッグとしてもこう一アクセント加えられて、で今日のコーデのポイントとしてはまず大学コーデなんですけど、まあ、ちょっと大学で目立ちたいというか、他の方と違う差別化したコーデしたいよって方はね、こういうスウェットパンツみたいなラフな格好にこう上パキッとして色のテク系のこういうアイテム落としらしくていいのかなと思います。でバッグはやっぱ大学はねショルダーバッグの方がすごい両手も開けますし楽なので、ショルダーバッグね大学生にすごいおすすめです。足元は僕も結構車で行ったりもするんですけど、多分電車の方もいると思うんですけど、歩きやすいんでニューバランススニーカー大学しょっちゅう行ってます僕は。バッグは本当にもうでかければでかいようでいいなって思っちゃいました。荷物入るからやっぱいいんで、大学生パソコン入れて教科書入れて、まあ、レジュメ入れたりとか、意外と膨れるんですよ。意外と膨れるんで、このぐらいの量が使い勝手いいな。
はい、ということでこちらは金曜日のコーデになります。金曜日って言ったら花金ですよね。なのでオールブラックにしました。なんかオールブラックって一概にこうチャラく見えたりとかちょっとねキザっぽすぎる印象もあるんですけど、こんな感じでなんか緩めのデニムジャケットとか羽織ってあげたりとかグルカゴとかちょっとカジュアルすぎない、綺麗めなオールブラックでまとめるとチャラくない印象になって大人の余裕が出るようなオールブラックにまとまると思います。あと素材感ですね。これだとちょっとデニム地のデニムジャケットなんですけど、パンツはウールキャバジンを使っていて、こう素材感で結構、ね、変化をつけてるのでコーデとしてはね、やぼったくなりすぎないオールブラックになってます。で、靴がノースとスキマのコラボ靴で、パンツがサベレーションとグルーカーゴで、 T シャツこれユニクロのやつで、デニムジャケットがポリプロイドのデニムジャケットで、バッグがね、こちらシーンズです。まあ、発売するかわかんないですけど、サンプルで作ってたブラックのね、シーンズのナイロンバッグです。ということで土曜日の休日コーデになります。土曜日のね休日はこのぐらいラフに行きたいなと思っています。最近ちょっとタスキ分けとかやってなかったんですけど、最近ピンタレスト見ててめちゃくちゃタスキ分けしてる海外の方とかおしゃれだなと思って、ちょっとね今年の秋冬もねタスキ分けちょっとやりたいなと思って、こんな感じのスタイリング組んでみました。はい、ということで靴はニューバランスの3人ならですね、ちょっと青シャツと合わせてブルー入れてみて、パンツは寒色系のねインディゴのデニム、ニコルソンとプロセッティオの別注のねパンツになります。でスウェットがクレストのスウェットで、シャツがねシンスの新作のね10月4日発売のアイテムです。でこちらのシャツとか全部そうなんですけど、秋の、ファーストコレクションに関してはポップアップで少量なんですけど先行でね限定販売する予定なので、ぜひポップアップ遊びに来てください。9月23、24です。ということでこんな感じの休日コーデです。全体的にこう感触多めなアイテムを使ってるんですけど、ちょっとやっぱこう土曜日休日っていうこともあって、こうゆったりとした抜け感が欲しくてね、あえてトップスはスウェット選びました。パンツもインディゴデニムパンツでちょっとラフに行きながらスニーカーとシャツで色拾ってあげて、ほんと全体的にねこういうラフな、もうこういう感じですね、本当にラフな感じの土曜日にぴったりなコーデを組んでみました。全部ちょゆったりしすぎてるとなんか本当パジャマというか寝て起きてすぐ来たんかなみたいになっちゃうんで、ちょっとネックレスはねちょっと短めなアイテムをつけてあげて、私服感をここで一気にグッと出したりとかピアスでつけてあげたりとかしてみてください。はい、ということでラスト日曜日のコーデになります。これもまた素晴らしいコーデが完成しました。日曜日らしいもう鬼テンション上がるコーデですね。もう最後のね、実は日曜日最後のコーデなんですけど、まだ一番最初に決まってました。もう日曜はベストちょっと前やってたんですけど、ちょっとこういうスタイル、色味的な、まあ日曜で言ったら赤っぽいようなオレンジっぽいようなイメージだったんで、こういうスタイリングにしたいなと決まってました。実はで靴はパラブーツで、スラックスはねこれは10月4日ゾートンで発売のポップアップでも先行販売するんですけど、チャコールのワイドスラックスで、インナーがねこれまたすごく大好評で、本当にあの質問たくさんいただいてたドライバーズですね。オレンジなんですけどブラックもあるんですけど、今日はねオレンジ着用してます。ネックがね少し高めでダブルジップで、ファスナーもねあの YKK 使ってるのでかなりもう滑らかです。ファスナーが本当にバックがねシンスのこれもポップアップ限定の
アイテムになります。でベストがヒンソンのフリークストアで購入したヒンソンのねアメリカ軍のブルーゾーンを元に作ってるベストですね。これはこんな感じのバランスです。これはどっちかって言ったらこうやってショーよりはスタイリングとしてはこっちの手持ちの方がハマるかなと思います。で全体的にこうブラック、チャコール、ブラックとダークトーンなもの多めでインナーでね使ってあげてバッグもその色と合わせてオレンジにしました。でこれオレンジ1枚できてもいいんですけどやっぱり原色の色がちょっと広すぎるとかなりこう着回ししにくいというか着にくいのでこういったベストとかね上に合わせてレイアウトしてあげたりとかするとねすごくこうコーデとしてもねバランス取りやすいかなと思います。はい、ということで今日は秋の1週間分コーデを組んでみました。先日ほんと大好評だったシーズンのアイテムもねチラチラと今回ね見させていただいたんですけど、あとは他の自分がいつも着用してるアイテムを秋のセールに落とし込んだ感じになっております。もしねこの動画が良かったり秋服買うモチベ上がったよとか秋服買う参考になったなとか秋のセールのヒントに少しでもなったなって方はもしいらっしゃったらいいねやコメントチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。Girls making her nose runny, she melted. I wear a cape that is velvet, couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis, move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it, couldn't picture me jealous. Turning fans into zealots, tuning in.